それでは定刻になりましたので、本日のウェビナーを始めさせていただきます。皆様、こんにちは。本日は年度末のお忙しい中、ご参加をいただきまして、ありがとうございます。本日の進行をさせていただきます。笹川平和財団日米グループの村田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、ウェビナーの方を始めてまいります。まず、主催者であります笹川平和財団を代表いたしまして、常務理事の茶野順子より皆様にご挨拶申し上げます。それでは茶野順子もよろしくお願いいたします。皆様おはようございます。本日は笹川平和財団日米グループが主催いたしますアメリカから見た日欧安全保障協力と題するウェビナーにご参加いただきまして大変ありがとうございます。本日はスピーカーとしてアメリカのランド研究所のジェフリー・ホーナン先生、そしてコメンテーターとしては慶応義塾大学の鶴岡道人先生にご参加をいただきまして、日欧安全保障関係の現状や重要性、日米欧の関係などについてお話を伺います。アメリカのバイデン新政権は、先日のアラスカでの米中外相会談でも見られましたように、中国に厳しい姿勢を見せ、米中対立はより先鋭化しているように見えます。同時に、前政権とは異なり、同盟国やパートナー国と一体となって中国に対峙していこうというところも特徴的であるかと思います。他方で、ヨーロッパ地域におきましては、近年、アジアに対する安全保障上の意識が高まっていることは、すでに皆様ご存知のことと思います。イギリス、フランス、そしてドイツなどの主要国が、それぞれにインド太平洋地域との関係を強化しようとしています。日本と欧州各国との関係も確実に強化が図られてきており、アジアとヨーロッパの距離は縮まっていると言えます。本日のホーナン先生のご発表のもととなるレポート、関係を深める同盟、戦略的競争の時代における日欧の安全保障の結びつきは、まさに今申し上げましたような、近年の日本とヨーロッパの安全保障関係の深まりと具体的な実態をアメリカ人の研究者の視点からご研究をいただいたものです。ホーナン先生からこの研究のご提案を受け、そして私たちが、大変面白いということでこの研究をお願いしました時点では、このような今のような新型コロナウイルスの感染拡大も、あるいは2020年の選挙結果等も想像してはおりませんでした。しかし結果としてヨーロッパとアジアの連携や協力の重要性がより一層増した環境の中で、アメリカにとっては最も信頼できる同盟国であるヨーロッパ各国、そして日本との間の安全保障協力の現状を理解し、今後の可能性を模索するための極めて意義深い研究になったと思います。ホーナン先生はこの研究の最中に笹川平和財団にも1ヶ月間ビジティングフェローとして研究滞在されました。また、鶴岡先生、そしてホーナン先生お二人には、日頃から日米グループ、安全保障グループなど、財団のさまざまな活動にご協力をいただいております。この場をお借りして、改めて日頃のお二人のご協力に心から御礼を申し上げます。そして皆様、どうぞ最後まで本日のウェビナーをお楽しみください。どうもありがとうございました。茶野常務、どうもありがとうございました。それでは、早速お二人のお話の方に移ってまいりたいと思います。先ほど茶野常務からもお話がありました通り、本日は昨年12月に公開されました日欧関係に関するジェフリー・ホーナー先生の報告書の内容をベースに、最新の情報の分析とも含めまして、まずはホーナー先生にお話をいただきます。その後鶴岡先生からのコメントをいただきまして、後半皆様からのご質問にもお答えいただく予定です。簡単にお二人のご紹介をさせていただきます。ジェフリー・ホーナン先生は、日本の安全保障政策を専門とする著名な米国人研究者のお一人でいらっしゃいます。日本のメディアにもよく、登場されておりますので、新聞等でご存知の方も多いと思います。アジア太平洋安全保障研究センター、笹川平和財団米国などを経て、現在はランド研究所のポリティカルサイエンティストとして、様々にご活躍をされていらっしゃいます。また、コメンテーターをお務めいただく鶴岡先生は、日本を代表する欧州地域の安全保障問題の専門家のお一人でいらっしゃいます。防衛研究所の主任研究官、そして
イギリス王立防衛安全保障研究所の訪問研究員など、様々に歴任をされ、現在慶応義塾大学総合政策学部の准教授としてご活躍されています。お二人の詳しいご経歴につきましては、このイベントの紹介をしております笹川平和財団のページにご略歴詳しく載っておりますので、そちらをご覧いただければと思います。それでは早速、まずはジェフリー・ホーナー先生からお話を伺いたいと思います。ホーナー先生、どうぞよろしくお願いいたします。Thank you so、much, ご紹介ありがとうございます。村田さん、感謝申し上げます。まず最初に、笹川平和財団の皆様に感謝申し上げたいと思っております。笹川平和財団の皆様と一緒にいただけて本当に嬉しく思っております。素晴らしい組織だと思っております。チャノ専務理事、そしてチャノ常務理事、並びに関係者の皆様、今回のこの研究のスポンサーとなっていただいてありがとうございました。本当に昔は思いますが、まあ、1ヶ月フェローとして滞在させていただいて本当にありがたいと思っております。本当に心から感謝申し上げます。また今回お集まりいただきまして皆様に心から感謝いたします。ご視聴いただいてありがたいと思っております。もう少し落ち着いた時期であれば、本来ならば対面でお話ししたかったのですけれども、残念ながら今回このような形で参加させていただくことといたします。さて本日はこの報告書についてご紹介したいと思っております。関係を深める同盟というテーマについての研究書でございます。で、少し15分20分ほど時間いただいてお話をさせていただきますが、まずそもそもどういった動機づけがあったのかということからお話をしたいと思うのです。そしてこの報告書の概要について少しご紹介し、そしてその主たる結果についてお話をし、そしてアメリカにとっての意味合いということについて目を向けたいと思っております。で、質疑応答の際にはぜひ今の状況についてお話しできればと思っております。これは後半の方でお話をしたいと思っております。ではそもそもこの動機づけは何だったのか、なぜアメリカ人の私が日欧の関係にフォーカスをしたのかという動機づけから始めたいと思います。当然のことながら、アメリカで最も強力な、そして信頼できる同盟は日本並びに欧州のパートナーであるわけです。最も信頼できる同盟国なんです。そして中国、そしてロシアの活動ということ背景がありまして、日欧は安全保障に新たなアプローチを求めるようになりました。で、これは実はアメリカの安全保障に対する見方も変わりつつあるということが重なっております。また同盟国の役割についての見方はアメリカも変わっているさなか行われたものなのです。しかしながらあまり詳細にアメリカで知らされていない点があるんです。実はこれだけの同盟、日欧の同盟国がいかに安全保障で協力しているか、これがあまり知られていなかったんですね。したがってこのギャップをなんとか解消したいと思いました。日欧という同盟国を見るアメリカ人として私は実は驚いたんだって、どうしてこれだけの協力関係があるのに情報がないのかということで驚いたのです。で、これは重要なポイントなんですけれども、私の今回の取り組みは決して何か空白の中に生まれたわけではないのです。実はそもそも数多くの日欧の学者の方々が取り組んでこられた素晴らしいその研究に基づいてさせていただきました。鶴岡先生もそうでございます。また細谷さん、慶応大学の方です。また五六さんという方もおられます。本当に無数の欧州の学者の方々、クリストファー・ヒューさん、ジョン・ネルソン・ライト、エヴァ・ピーツ・オーバー、セリン・ペ・ジョンソン、ルン・シモンさん、コリ・ウォリスさん、ニュー・ギャレックさん、そしてポル・ミッファーさん、本当に数多くの方々がおられるんです。どうしてもお話をしたかったんです。というのは、この彼らの取り組みがなければ今回のこの報告書をこういったような形で取ることはできなかったでしょう。したがってこういった学者の方々のおかげでということで感謝を申し上げたいと思うのです。それではまずこの報告書の概要から始めましょう。そもそも私が何を目指したのかということで概要のお話をしたいと思います。すでにお話がありましたけれども、この報告書はまず日欧の安全保障についても向けているわけです。イギリス、フランス、ドイツ、そして NATO と その、協力関係についてフォーカスいたしました。目的は何かと言いますと、非常に幅広い活動を安全保障分野でされているということを指摘したい人だけではありません。どうしてこのような協力関係が起こったのか、その背景を理解したかった、動機づけ背景した、背景、動機づけを理解したかったんです。アメリカの観点から重要なのは、実際にアメリカがこれらの諸国と持っている協力関係にどういった意味を持っているのか、それも理解したいと思いました。したがって、3つの要素に目を向けました。まず1つの変数は、防衛、そして戦略的な対話に目を向けました。例えば、政府高官の
またその民間人とのさまざまな会話、交流についても受けました。2つ目のテーマはさまざまなものです。防衛交流、そして防衛の協力、そして防衛関連の産業協力、これに目を向けました。でまず防衛交流というのは、例えばさまざまなプログラム、協定ということで、軍の高官がお互いに他国を訪問することを可能にする。例えばそのスタッフ間の対話とか、ね、その防衛大学のでの留学、そういったことを防衛交流というのであります。2つ目の要素が防衛協力です。例えば情報保護協定の運作しております。またアクサのことを指しているわけです。そして3点目、これは防衛関連の産業協力に目を向けました。これは例えば国同士の協力かもしれない、ないしはその防衛企業間で、例えば軍の素材部品の開発の協力のことを指しているわけです。3つ目の要素、これは軍同士 の、 その訓練、そして実習ということで、実践ということで目を向けました。演習ということで目を向けました。要するに訓練、そして演習です。そこで4つの事項をやってカバーいたしました。日本がこの 3カ国、そして NATO となって構築した関係を見てみました。そしてこの申し上げて3つの変数に分けて考えたんです。で、結果こういったこととなりました。かなり広範囲な内容でございますので、ぜひ詳細については、ぜひ報告書をご覧いただければ幸いでございます。で日英の協力関係ですけれども、おそらく最も、おそらくいろんな変数で最も協力しているところが全般的に戦略がないんです。さまざまな努力をまとめるような全般的な戦略がないということが一つ言えるかと思います。で日仏の協力はどうかというと、非常にしっかりしたものがあるんです。しかもそれがどんどん強化されている。そして日仏の、そのインド太平洋戦略にうまくフィットしているんです。ところが日仏に関して言えば、実は日ほどの実績はないんですね。ですから変数も同じなんです。変数、ただその度合いが日ほど強くないということです。だって日独の2国間関係、実は深みがまだあまりありません。戦略的な関心に関して修練されつつある。したがって今後協力は強化されるかもしれない。でまだまだこれは、その途中でありましょう。で日本と NATO との関係、対話があまりない。しかしながらさまざまな演習面での協力は深まっているんですね。そういった状況にあります。さて、これらのさまざまな軸に関わる協力が重要なんですけど、私はもっともっと深掘りしたかったんです。どういった動機づけがあるのか、これらの協力の背景にある動機づけが何なのかということです。何が動機となって日曜がさらに安全保障の協力を深めているのか、その動機づけを理解したかったんです。ご存知の通り、日本の外国政策の在籍的な目的は、共通の国際システムに対して共通の関心を持って諸国と協力関係をするということです。だからこそアメリカとの同盟を進化している。そして戦略的なパートナー他国とも拡大しているわけなんです。さて日本には非常にユニークな動機づけがあるんですね。ここの個別の協力関係については独特のモチベーションがあるんです。しかしながら日本の4つのこのアクターとの間の動機づけは共通のものが何点かありました。一つはルールベースの国際秩序を維持したいということが第一義的な目的です。日本はインド太平洋戦略を、インド太平洋構想を持っているわけです。日本の指導するのに分かっているわけです。他のパートナー、例えばこのインド、このヨーロッパを含めてこの地域外のパートナーと一緒にならないところで実現できると考えているんです。だから日本から見ればいろんなパートナーを持つことが日本の立場を強化することにつながる。そしてルールベースの国際秩序を維持することにつながると考えているわけです。2つ目の動機づけはアメリカを支援支えるということです。この報告書によりますと、東京は確かにアメリカのこの地域に関する関与は重要だと考えているわけなんですけれども、しかしながらこの何年間かアメリカはもっと内向きになっているということに気がついているわけです。で日本単独ではアメリカの関与は難しいと考えているわけです。そこで東京は他のパートナーと協力することでアメリカをサポートするんだと、そして同じような考えを持ったパートナーとアメリカの負担を軽減しようとしているのです。でヨーロッパはアメリカにとって最も古い同盟国です。ですがヨーロッパと協力することは日本から見れば当然だったわけです。3つ目の動機づけは何かというと、オペレーション、その軍の作戦にかかる知識を深めたいということ、そしてその軍事産業の防衛産業のチャンスを深めたいということがありました。ご存知の通り何十年にもわたってさまざまな演習、そしてその外国の武器の売却、そして共同アメリカとの間で限定的なその武器の開発が行われてきた。で結局アメリカの防衛関連のレファレンスポイントを参照としてもアメリカ中心になってしまうと。しかしながら東京他国から学びたい、そして他の国から学びたいということです。
そうすることで安全保障の課題に応えていくと、新しいパートナーということは新しい教訓を得るということです。日本の防衛は多くのことをそれによって学ぶことができます。また日本の指導層はさらにマーケットの拡大、日本の防衛産業のマーケットの拡大の方法も探っております。で、最後に日本にとってのモチベーションはヨーロッパのインド太平洋地域の安全保障の課題の意識を高めるということです。相互関連性があると、脅威には関連性があるということを理解しておりますし、また単独ではこれらの脅威に応えることができないということを認識しております。特に日本の外の周辺諸国から来るものに対してではです。東京では以前の感覚では、ヨーロッパでは安全保障の日本が直面している状況について十分な認識がないという気持ちがあったので、それに対応しようとしているわけです。また日本の動機づけは大きく、この3つのヨーロッパ諸国、それと NATO と共通点があります。それぞれのケースの詳細はレポートに書いてありますけれども、いくつかの重複している共通点がありますのでお伝えしたいと思います。これらは広い意味で見たものですけれども、日本と同様に4つのこの研究対象となったヨーロッパのアクターはより近い安全保障の絆を持ちたいと思っております。これは今の課題に対してルールベースの国際秩序を持ちたい、また他国主義を守りたいからです。また同様に日本と4つのヨーロッパのアクターはアメリカに対する見方は重要な戦略的な同盟と見ているわけです。これらのアクターがアメリカにとって変わる、その役割を変えたいと思っているところはありません。強いアメリカの同盟国との安全保障の絆を持つということは、2国間のアメリカとの戦略関係を強化するだけではなく、同時にアメリカの同盟を補完するものでもあるわけです。また4つのアクターそれぞれ同じような懸念を持っております。そのような地域の利益を守りたい、安全保障を守りたいということから来ております。つまり相互関連性がインド太平洋とヨーロッパにあるということを理解し、したがって他のアクターを求めるようになってきているわけです。また最後に、この4つのヨーロッパのアクターは全て日本と同様にますます中国に対する懸念が高まっているというモチベーションがあります。日本は長い間中国のことを意識してきましたが、ヨーロッパや NATO は必ずしもそうではありません。むしろ経済的な取引の利益があるということに注目しておりました。しかし現在ヨーロッパの立場は経済的な絆を優先するということよりも、むしろバランスの取れたもの、より慎重になるということ、例えば中国の行動を批判し、また中国投資に対しても慎重になってきております。そこで2つの主な違いがこの研究で分かりました。それは日本とヨーロッパの連携についてですが、1つは中国についてです。こういったアクター全て意見が一致して、中国は脅威であると、チャレンジであると、国際秩序に対して脅威であると言っているんですが、必ずしもその対応方法は一致していません。ヨーロッパのアクターは一般的には建設的な関係を中国で維持したがっています。したがって中国に対するアプローチがそれによって緩やかになります。つまり明確に名指しをすると、非難すると、脅威だということを避けてきました。これも変わってきております。またほとんどのヨーロッパ諸国、私がこれを研究している時に分かったんですが、日本のアプローチは時にはあまりにも対立的であると、中国を名指しすると、中国の影響に積極的に対応しようとしているということを言っております。ただもう一つ、ロシアについても違いがあります。イギリス、フランス、ドイツ、 NATO は全てロシアは深刻な国際法や秩序の違反をしており、あるいは大きな脅威であるとみなしております。そこに差がありました。つまり日本はそういう見方をモスクワに対してしていないということです。オバマ政権、安倍政権の時に、安倍政権は平和条約を結ぼうとしていると、北方領土の返還を求めたわけですけれども、それも関連があると思うんですけれども、ヨーロッパから見ると日本はロシアの脅威に対応することに強くコミットしていない。それは国際秩序を支持しているということと矛盾しているように見えるわけです。これが主な研究結果です。では次に、この研究の最初のモチベーションについて、アメリカに対する意味についてお話ししたいと思います。
これらの研究結果が大事であり、またその広さ、深さを表しております日本と4つのヨーロッパのアクターの協力関係の幅広さと深さを表しておりますけれども、なぜアメリカがにとってこれが大事なのか、なぜアメリカはこれを注目すべきなのかということがあります。ですから具体的な分野、安全保障の絆が高まることでアメリカのためになる分野がありますけれども、広い意味で見ると、これらのアクターはより近い関係を作っていて、これはアメリカの戦略のためになるわけです。これらの関係はアメリカの2国間の関係を拡大し、アメリカの同盟制度を強化しております。これはアメリカの政策オプションを限定するのではなく、むしろそれを拡大させています。そしてバイデン政権は、例えばこの最近発表した暫定的な戦略ですけれども、戦略的に重要な資産であると言っております。したがって今でもこれは関連性を持っております。報告書にも書きましたけど、日本、NATO、そして3つのヨーロッパ諸国は同じようなことを、アメリカが同じ同盟国でやっているのと同じことをやっております。でその結果、安全保障の絆がこれら同盟国間で高まっているということはアメリカにとって大事なわけです。6つの具体的な分野を申し上げたいと思います。なぜアメリカにとって大事なのかということについてです。日本とヨーロッパの活動がなぜ大事なのかということで、普段のパートナーシップはアメリカのリーダーシップをサポートします。日本とヨーロッパ諸国と NATO との協力というのはアメリカの国際リーダーシップの役割をサポートします。アメリカはいくつかのリーダーシップの役割をトランプ政権の時代には放棄したということですけれども、同盟国はアメリカと離れることに興味を持っておりません。むしろ世界の出来事に対するアメリカの役割を強めている、ネットワークを作って一緒に協力し合ってアメリカをサポートするということ、これはアメリカのリーダーシップを維持する上で大事です。ますます戦略的な競争が激しくなっている時代ですから。また2つ目の理由、なぜことが大事かというと、これの協力は国際的な負担の分担をサポートしております。同志国が協力し合うということは、負担を分かち合うという意味でアメリカにとっていろんな意味で大事です。例えばより多くのパートナーが同じようなことをやれば、アメリカにとって強い信号です。例えば中国を批判すると、これ幅広い国際的な国が連携しているということを示すことができます。アメリカだけに限ったわけではないということです。また同盟が協力し合うことで、アメリカの海軍資産を、例えばアメリカ、ヨーロッパが航行の自由とか、このモニターすることでアメリカの負担を減らすことができるかもしれません。近い将来そういうことはないかもしれませんけど、最終的にこういったことがあれば、アメリカの海軍の資産も同じようなオペレーションができるようになるかもしれません。また最後にもう一つ、なぜこれが負担の分かち合いをサポートするかというと、多くの同志国が一緒に協力し合うことで、アメリカはプレッシャーのかけ方を多様化することができます。アメリカと同盟国は違う強みを持っておりますし、役割、ミッションを分担できます。また異なるリソースを使うことができます。また3つ目に大事、アメリカにとって大事な理由は、協力は柔軟な小さいパートナーシップのグループをサポートし、いろいろな分野、いろいろな問題でアメリカはそれを活用できます。アメリカがアメリカの同盟国と一緒に仕事をすることに安心し、違う地域で違う問題で安心して一緒に仕事ができるようになれば、ますますアメリカにとってはもっと柔軟なアレンジメントを作る機会が、だからまずクワッドが最近の話題ですけれども、これも柔軟な4カ国の取り決めです。こういったさまざまなヨーロッパやアメリカ諸国が一緒に協力し合うことで、これによってより柔軟なアレンジメントができます。あるいは3カ国、あるいは4カ国で同盟国はそれぞれの強みを活用できますし、それぞれの地域の国と強い関係を作ることができます。4つ目のポイントですけれども、これによって日米の同盟がさらに強化、効果的になるということです。防衛官、例えば武器協力、そして演習を通して
接点が増えれば、どの航空同士とお互いに学びやわけです。例えば、脅威のやり方も、脅威のリスクの評価のやり方も学ぶ。そして、兵器のシステムについても学ぶ。その結果、演習がもっともっと活発になり、そして作戦面でもより効果的になれば、意義を持つようになれば、これらの相互運用性が高まる可能性があるわけです。そうなりますと、安定維持につながる。そして、グローバルコモンズ国際教材に対するアクセスが担保できます。ただ、相当程度の取り組みが必要です。一夜にしてできるわけではありませんから。ただ、日本、そしてこの3カ国の欧州の諸国、そして NATO がもしも今後何らかの作戦面の協力するならば、どこかからか協力始めなきゃならない。で、今そのスタートが見えているんです。それで5点目ですけれども、そしてこれ、日本にとって独特のポイントです。これは日本限定で考えている点です。この協力によって、日本はアメリカの資源を使わなくて、日本を協力にすることができるんです。どういうことかといえば、アメリカは日本に対してもっともっとその防衛面での負担を求めてきました。地域安定に関わる負担を求めてきたわけです。したがって、日欧との安全保障の協力が含まれば、日本がもっと戦略的にその様々な地域で力を発揮することにつながります。その結果、自衛隊の知識も高まることができる。そして、防衛政策も強化でき、いろんなパートナーから見ることで、日本の自衛隊の防衛政策にもつながるわけなんです。で、最後のポイントですけれども、この日朝協力がアメリカにとって持つ最後の意味合いです。同盟国の同士の協力が深まれば、この地域がつながるということなんです。ご存知のとおり、アメリカはグローバルなパワーです。国際的なパワーです。で、ヨーロッパ、そしてインド太平洋にはそれぞれ利害があるんです。したがって、同じような考えを持った同士がもっと密になれば、そしてより積極的な役割を果たすことができれば、特にインド太平洋において非常に活発になれば、そうするとより密なパートナーシップのネットワークが強化されるということです。そうなりますと、アメリカの同盟国としても、他の地域についての関心を持つことができる。それと、それぞれの地域とのつながりを意識するようになるのです。で、同盟国がアメリカが関心を持っている関心についてテーマについて知識を含まれば、同盟国がより良い同盟国となるわけです。アメリカのプレッシャー、アメリカの利益をよくわかる。そしてアメリカのサポートにつながるからなんです。ではまとめたいと思います。バイデン政権について私の考え少し申し上げたいと思います。さらにフォローアップは質疑応答でさせていただきます。今回の報告書の準備は2019年の12月に終えたものなんです。ただ結果は未だに適用されるものだと思っております。そしてこのレポートでご紹介したトレンドはあまり変わっておりません。例えば最近東京でも会合がなされて、またアンコリッジ、アラスカでさまざまな会談がなされましたが、アメリカは中国のことをこの地域に対するチャレンジだとして認識しております。で、クアッドの会合でも示されましたけれども、アメリカは分かっているのです。自由で解放されてインド太平洋は単独では無理だということをアメリカは認識しております。バイデン政権は優先順位として、同盟国との協力を指摘しております。で、欧州の同盟国、そして日本がより密に協力することができれば、特に安全保障で協力することができれば、この取り組みが支えられることになります。アメリカは同じような考えを持った同志の諸国と共通の課題に対応しようとしているんです。で、私のプレゼンテーション以上といたします。鶴岡先生、お願いいたします。本田先生、どうもありがとうございました。それでは、早速鶴岡先生の方に、今のホーナー先生のご報告を受けましてのコメント、またホーナー先生 のご質問等をお願いしたいと思います。鶴岡先生、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。おはようございます。本日お招きいただきましてありがとうございます。で、このホーナーさんのレポートをですね、これ私も非常に興味深く拝見いたしました。で、このプロジェクトのお話を最初お伺いしたときですね、やはり非常に面白いなと思ったのは、このホーナーさんのようなアメリカ人の研究者が、この日欧の安全保障関係に非常に真剣に取り組もうというところでして、これは非常に興味深いなと思ったわけです。で、この日欧の安全保障協力が なぜ重要かと。で、それはまあ日本にとっての重要性、ヨーロッパにとっての重要性、そしてアメリカにとっての重要性ということで、今お話しいただきました。で、私もホーナンさんおっしゃったことすべてに賛成であります。非常に力強くまとめてくださったと思います。で、私の方からですね、ディスカッサントということで10分時間をいただきまして、この主に日本の視点からコメントとあといくつか質問をさせてもらえればと思います。で、まずコメントの方なんですけれども、この日本にとっての日欧安全保障協力と
という話でですね、日本にはやはりまだの私の見るところかなり懐疑的な見方が強いと思います。で、日本にとって日本の安全保障にとってですね、この日米同盟が重要だというのはもちろんなんですけれども、まあ、その観点からすると、まあ、ヨーロッパがちょっと出てきたところでヨーロッパがちょっと役割を果たそうとしてもその実質的には大したことはないんじゃないか、またヨーロッパはアメリカの代わりにはならないし、で実際有事の際にはあまり役に立たない、頼りにならないというですね、そういった声をよく聞きます。でこれ日欧関係に対する懐疑的な見方 の、 非常にティピカルなものだと思いますけれども、私これはですね、ちょっとそもそも問題の立て方が間違っているんだと思うんですね。というのはそのアメリカの代わりにならないとかですね、有事の際に本当に戦えないとかですね、もちろんそれは事実なわけですけれども、別に我々そもそも日米同盟の代わりに日欧協力やろうと思ってないわけですね。ですからそもそも問題の立て方が違うんだろうと。でこれの問題の立て方間違ってるというのはですね、おそらくこの日本もヨーロッパもこの日欧協力が何を目指すのかと、このゴールについてですね、あまり明確な説明をしてこなかったからだと思うんですね。ですからその結果、なんかその日米をの同盟に代わるものを目指しているんじゃないか、でも絶対それは無理だよねということで会議論になっていくということです。ですからこのもうちょっとしっかりメッセージを出さないといけないというのは、この日本にとってもヨーロッパにとっても実は未だ抱えている大きな宿題なんだと思います。でこの日欧協力の話するときですね、よく使われる言葉がダイバーシフィケーションとかダイバーシファイ、日本のこの安保関係をダイバーシファイすると。でこのホーナーさんの報告書のもう一ついいところはですね、このダイバーシフィケーションという言葉をむやみに使わないと、使っていないということですね。これ検索するといくつか出てくるんですが、若干文脈が違うんでですね、これ重要なのはですね、この先ほど報告で確かアディショナルレイヤーって言葉使われたと思いますけれども、これダイバーシフィケーションじゃないんですね。日米同盟があくまで基礎にあって、その上にというか横にというかですね、日米同盟に追加して何か新しいレイヤー層がですねできれば、それは日本にとっても非常に戦略的に有益だということです。ですからこのダイバーシフィケーションとかですね、なんか日米に変わるとかですね、こういう理解をまずしっかり脇に置いて捨ててですね、日米同盟に加えてどういうふうにヨーロッパを使えるのかという視点が非常に大事だと思ってます。で、その観点でもう一つコメントなんですけれども、結局ですね、これ実はアメリカもなんですが、ヨーロッパにおけるアジアにおけるこのヨーロッパの安全保障上の役割、これ何を期待するかというところがやはりまだ戦略として明確になっていないと思うんですね。ですからアメリカの中でもですね、このヨーロッパが頑張ってあんまりない船なんかを頑張ってこのアジアに出してくると、それは実は無駄遣いだと、それよりはヨーロッパの中でしっかり役割を果たしてくれて、ヨーロッパにおけるアメリカの負担が減った方がですね、アメリカにとっては戦略的に意味があるという議論あるわけですね。でこれは地理的役割分担という発想でして、ヨーロッパはヨーロッパおよびヨーロッパの周辺ですね、まあ、アフリカとか中東の一部を含むようなそこで役割を果たせば、アメリカがその分アジア太平洋インド太平洋に勢力を振り分けることができると。ただですね、これもいろいろな面で問題でして、結局中国に一緒に中国の問題を一緒に対処しないということになっちゃうんですね。これ戦略的なパーセプションがアメリカとヨーロッパでずれることを最初から認めちゃうという発想になっちゃうんですね。ですからそこ問題なんですが、ただじゃあ具体的にヨーロッパの船がアジアに来た時に何を期待するかというとですね、必ずしもこの政権政府から明確なメッセージってないわけですね。あるいは日本もそうでして、今年はですね、イギリスの空母も来ますし、フランスの強襲揚陸艦も来るということで、非常に賑やかになるわけなんですけれども、じゃあ日本がそういうですね、これイギリスの空母が来るとかフランスの船が来る、あるいはドイツの船も来るっていうこの機会を使って日本が戦略的に何を実現しようとするかと、まあ、言葉悪いですけれども、イギリスやフランスを日本がどう使えるかということなんですね。でそこをやっぱりもうちょっとしっかりとした戦略を立てないと、いろいろと機会はありながら
日本がそれを有効活用できないということになっちゃうですね。ですから演習なんかでもイギリスとかフランスからいろんな提案が来るわけですけれども、日本はですねそれをなぜか、まあ、それを非常にリアクティブにですね、なんかいろいろ提案来たからしょうがなく考えて返事をするみたいなですね、そんな感じで一貫した戦略というものが見えてこない、これは非常に残念な、もったいないことだと思います。でその観点でですね、一つだけ触れたいのは、やはり日本にとってヨーロッパのこういう、まあ、船が来るとかですね、そういったことをどう使うのかっていう時の重要な考え方は、やはりプラグインってことだと思うんですね。これ日米同盟にどうプラグインさせるかってことですね。あるいは日本だけじゃなくてオーストラリアなんかも出てくるわけですね。そうすると米豪、アメリカとオーストラリアの同盟にイギリスとかフランスをどうプラグインするか。で、そうすると日米豪の協力にヨーロッパをどうプラグインしていくかっていうですね。で、そのあたりがまさに先ほど申し上げたこの、あるいはホーナーさんもおっしゃったこのアディショナルレイヤーっていうことだと思うんですね。ですからそこを軸に考えていくと、少なくともこの軍事の方ではですね、よりきれいな、ヨーロッパの役割への期待に対するですね、綺麗なピクチャーが見えてくるのかなと思います。でその上でちょっと2つだけ簡単に質問したいんですけれども、今報告でも強調されたように、日本の方がこの中国の脅威をネーミング&シェーミングしたり、あるいはそのヨーロッパからするとちょっとコンフロンテーショナルすぎるという声が、お花さんご自身にインタビューされた時にもよく聞かれたということで報告書に出ていますけれども、これがですね、もしかしたら分野によっては変わってきてるかもしれない。ですから例えば新疆ウイグルの制裁なんかではですね、むしろヨーロッパの方が中国に厳しい姿勢を取ったわけですよね。ですからそういったところで、この日本の方が中国にいつもより、まあ、前のめりというかですね、強い姿勢でヨーロッパの方が常に下っていう構図が、場合によっては分野によっては変わってきているかもしれない。そうしたときにこの日欧協力にどういう影響を及ぼすのかっていうのが一つと、あともう一つはですね、この西太平洋ってもちろん重要なんですけれども、ヨーロッパのプレゼンス、このケイパビリティって観点で考えたときに、インド洋とか、まあ、アラビア海、アデン湾とかですね、そちらの方により注目するっていうのも一つの考え方なのかなと思います。ですから今度来月ですね、クワッドプラスフランスで5カ国で共同演習を行われますけれども、あれもまさにあれですね、インド洋の西の方ということですよね。ですからそのあたりがもしかしたらよりヨーロッパとの協力では面白くなるのかなと。そしてまたアメリカのプレゼンスも西太平洋に比べるとインド洋の方が薄いわけですよね。ですからそこでもう少し何かできないか、あるいはアメリカから見たときですね、インド洋におけるヨーロッパとの協力というのはどのようにご覧になるかという点を2つ具体的な質問とさせていただきます。鶴岡先生どうもありがとうございました。日本から見てのコメントとですね、それから2つ、ご質問をいただいております。日本の方がこれまで中国に強く厳しく反応してきたものが、分野によっては変わってきているのではないかというところですね。これが今後の日朝協力にどういうふうに影響を与えていくかというご質問と、それからインド洋についてのご質問がありましたので、こちらをまずホーナー先生にお答えいただいて、進めたいと思います。それではホーナー先生よろしくお願いいたします。 Yes. Thank you. はい、ありがとうございます。まずは素晴らしいコメントいただきました鶴岡先生、また質問に感謝いたします。それではまず最初にその会議派についておっしゃったのでコメントしたいと思います。実は今回のこの研究を始めた段階で数多くのアメリカ人の方々がこう言ったんですよ。あんまり関心ないよと、あまり面白いことはないよと言われてしまったんですね。なぜかどうせ何もできないよと、ヨーロッパに何ができるんだインド太平洋でと、そういった声をよく聞いたものなんです。ただご指摘があった通り、その質問の立て方次第だと思うんですよね。例えばヨーロッパが船舶をインド洋に派遣することが、ヨーロッパが例えば尖閣諸島をめぐってちゃんと戦う意欲があるということにつなげるのであれば、
当然落胆することでしょう。必ずしもその戦闘のことを言っているわけではありません。戦闘面での協力ではありませんから。そうではなく他の要素の協力なんです。平和時の協力です。例えば違ったスキルについて学びや機会なんだ、産業協力について進める機会なんだということです。ですから平和時でも競争という側面確かにあるんです。先ほど申し上げましたけれども、より多くの効果が同じメッセージを発信することが大事です。ですから中国を非難しているのはアメリカだけじゃないんだということを伝えなければなりません。示さなければなりません。幅広い諸国が同じことをしているんだ、これ自体に十分価値があると私は思うんです。ではご質問にお答えいたしましょう。1点目のポイント、おっしゃる通りだと思うんです。ご指摘の通り正しいと思います。申し上げましたけれども、今回のこの報告書というのは2019年の12月にリサーチを終えたものなんです。で、世界がそれ以降一変しているわけですよね。実際に編集する段階で世界を一変してしまったんです。確かおっしゃる通りでヨーロッパも変わりつつあります。例えばピューリサーチセンターの世論調査を見ました。昨年の10月だったでしょうか。統計だけもちょっと持ってきたんですけれども、日付をされました。ただその時点の世論調査によりますと、イギリス、フランス、ドイツの人口のうち 70% が中国に対して否定的な見方をしているという結果となったんです。これは相当データの数です。これらの諸国にと多くの人々がこれだけ中国に対して否定的な見方をしているという結果だったんです。そうなりますと、これは他の諸国の政府がもっとしっかりとした姿勢を中国に対して取る上で十分支持があるということでしょう。ただこれが協力面でどういった意味を持つのかということですよね。で、前向きな形で影響を及ぼすと思います。ヨーロッパの諸国がもっと前のめりとなって日本との協力に臨むことが見られるんじゃないでしょうか。すでに噂ですけれども、向こう数週間さらにこの噂されていると思いますが、国によっては例えばクアッドプラスに参加したいという話が流れております。要するに非常に人気のある話なんですけれども、そうなりますとさらなる協力につながるでしょう。で、これはすでに結果として出てきております。例えばその艦隻の動きだけでもそれが見受けられます。さっきお話がされましたけれども、イギリスの話されましたね。英国としては HMS クイーンエリザベス号を年末までに太平洋に派遣いたします。またドイツの方でも多分一つの一艦フリゲート艦を送る予定です。フランスに関してもその南シナ海にという話があるわけです。ですから活動がどんどん活発しております。だからといって中国を止めることはできません。制止できない。ただそのメッセージを発信できているわけです。シグナルを発信していること、それ自体に価値があると私は思っています。さて2点目のご質問に行きましょう。西太平洋ではなく、もっと、まあ、インド洋にべきなのかという示唆もあったのではないかと思っております。インド太平洋のアメリカがまだそんなにプレゼンスがない地域に目を向けたらというご指摘だったと思うんです。これも重要だと思うんです。例えばアフガニスタンの戦争を思い起こすとどうだったでしょうか。 NATO がどのくらい活動したかということを考えてみたいと思うんです。 NATO の加盟国がアフガニスタンで積極的に関わっておりました。日本も関与されました。ですから NATO の加盟国との重複もあったくらいです。でご指摘があった通り、アメリカのプレゼンスは必ずしも実はあのインド太平洋の地域ではそんなに強くはないです。東シナ海の方でもっと積極的ですけれども、そういった意味では価値があると思います。で、今後そもそもヨーロッパに何を求めるのかというご質問を考えると、アメリカはヨーロッパにインド太平洋で何を期待しているのか、日本はインド太平洋でヨーロッパに期待をするのかという質問に結局立ち戻るわけです。またクアッドは何を言っているのか、クアッドの加盟国はヨーロッパの諸国に何を求めるのか、結局そこに立ち戻るんですね。おそらく私は実は答えがありません。近い将来まだまだ質問の方が多いと思うんです、答えよりも。しかしながら日本含め多くの諸国、またアメリカもその中に入っているかもしれませんが、もうプレゼンスだけでいいんだと、プレゼンスを増やしてくれということかもしれません。ただそれが答えだと私は納得しておりません。ただ一番簡単な答えはそれではないかと思います。以上で終えたいと思います。コナン先生どうもありがとうございました。鶴岡先生は今のモーナー先生のお答え、伺いまして、何かそれについての追加でのコメントですとか、お考えございますでしょうか。いや、まさにですね、このいろんな国がフレキシブルにいろんなフォーマットで、
協力すると。でこれがまあ実際すでに起きていますし、今後さらに重要になるんだと思うんですね。ですからクアッドに、まあ、フランスが時々加わって訓練したり、あるいはイギリスが加わったりとかですね。であとまあオーストラリアっていうのをどう、あの、まあ、日米豪、あるいはそのクアッドの中でですね、しっかり関与させていくか。でただそれはですね、日本にとっての宿題はあのインド洋にどこまで日本が関与する覚悟と用意があるかと、そこが重要になってくるんだと思うんですね。というのも西太平洋の話、もちろん日本と常に重要なんですけれども、あのインド太平洋でクワッドって議論するときにはどうしてもインド洋っていうのが西太平洋と同じぐらいのウェイトで登場するわけですよね。そうしたときにオーストラリアにとってのインド洋ってもちろん非常に重要なわけですけれども、日本がですね、この海賊対処に行って帰ってくるこの途中に何かやりますよという以上にどこまでコミットできるのかと、これはまさに日本にとって問われているところだと思います。ありがとうございます。ご視聴いただいている皆さんからも、質問をいろいろといただいておりますので、少しあのご紹介してぜひお答えいただきたいと思います。まずですね、米国が日曜間の安全保障協力を関係する理由の中で有力なものに、安全保障と経済の連結、安全保障と経済の連結という現実があるのではないかと思います。中国やロシアのハイブリッド脅威に対抗していくためには、貿易や金融も含む制裁の実効性が重要になるとともに、各国のレジリエンスを高める上でも同盟国間の連携が重要になってくると思うのですが、先生はこの点をどのようにお考えでしょうか。経済、貿易、金融を含めた、この連携についてのお考えをぜひお伺いしてもよろしいでしょうか。ではホナー先生からお伺いしてよろしいですか。Sure. はい。戦略的な視点から見て、アメリカが安全保障のチャレンジ、例えば中国のことを考える際に、おそらくこれはすべてのツール、外交政策のツールすべてを使って対応するのがいいと思います。外交がまず第一ですが、外交はアメリカの今外交政策の中心だと思いますけれども、他の手段もあると思います。軍事的な手段ではないんですけれども、金融とか経済もその一つだと思います。ヨーロッパとアメリカは制裁を使いがちです。日本よりもその傾向があります。違う形でそれが正しいか間違っているかということはなく、伝統的に日本はそれほど制裁に依存しておりませんし、アメリカの方がよく制裁を使います。これが事実です。したがって今後、まあ、パートナーシップはだから大事なのです。それぞれ国は違うことをやります。関係も違います。使えるツールもそれぞれ違います。課題に応える際に、でグループがより一緒に協力し合うことで、より包括的な対応が安保の課題に対してできるわけです。ありがとうございます。鶴岡先生いかがでしょうか。あのこの経済とか技術とかですね、あの先端技術、新興技術、そういったものを含めて考えたときには、さらにこのヨーロッパを巻き込む、ヨーロッパを取り込む重要性というのが高まるんだと思います。ですから G7 もそうですし、あるいは D10 とか TEC10 とかですね、いろいろ言われてますけれども、やはりこれは日米を、あるいはオーストラリアとか韓国とかですね、そういったものが入ったところで、まあ、新しいピラーとしてこの、まあ、対中戦略の一部になっていくということだと思います。あともう一点はですね、やはりこの TPP ですね、これそもそもオバマ政権始めた時はですね、この今後のルールを作るのが我々なんだということで、中国への対抗だったわけですよね。ですから昔パネッタ国防長官だったと思いますけれども、 TPP は空母と同じぐらい、空母一隻と同じぐらい重要だって言いましたけれども、おそらく空母一隻どころかもっと重要でですね、ぜひそこはですね、まあ、バイデン政権もなかなか難しいかもしれないですけどTPP っていうのは一つ重要な柱だと思ってます。ありがとうございます。その他にもいろいろなご質問を頂戴しておりますけれども、一つドイツについてのご質問を最初の方にいただいておりますのでご紹介させてください。英語でいただいておりますので読み上げさせていただきます。ドイツはこの地域に全く軍の拠点もない、軍の
で軍の基地もないのに、インド太平洋における安全保障にどうやって貢献できるんでしょうか。ドイツは EU の議長国として EU に対して中国との間で島しょ国協定を推進してきました。これは昨年12月のことです。バイデン政権の中国に対する否定的な観点の姿勢にもかかわらずです。中国は最も重要なマーケットだとドイツ首相となりますが、ということなんですけれども、こちらについて、では同じくホーナー先生からお願いしてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。率直に申し上げて、実はこの報告書に係る研究を終えてから今に至るまで、最も変わった内容が何かといえばドイツです。2020年9月インド太平洋政策ガイドラインというものを発表いたしました。でアジアとの関与を深めるんだということを発表したんです。実はフランスに続いてドイツが2番目の諸国なんですね。こういった政策を発表したのは。そして情報共有の協定を今月締結してばかりです。ドイツはまたフリゲート艦の派遣も決めました。そして動きにもかかわらず、これだけ大きな変化があったにもかかわらず、ドイツの安全保障のインド太平洋における役割はまだ非常に限られております。例えばドイツのインド太平洋政策ガイドラインを見ても、確かにインド太平洋地域が国際秩序にとって重要な地域だということは認識しているんです。そして積極的にその秩序の形成に役割を果たしたいということを指摘しているんです。しかしながら、このガイドラインを見ると、主に例えば多国間主義だとか経済関係だとか国際法、気候、そして教育に目を向けている。ですから安全保障にそんなに目を向けていないんですね。ですから安全保障フォーラム、そして演習ということは言及しているけれども、フォーカスではないのです、このガイドラインにあたっては。したがってドイツは頑張ってやってるにもかかわらず、私は納得しておりません。ドイツはそんな大きな役割を果たし得ると私は思っていないんですね。やっぱりその経済優先という姿勢を取っておりますので。ありがとうございます。同じ質問について鶴岡先生、いかがでしょうか。はい、ドイツも変わってきているというのは一つ重要な点だと思います。そして、だからこそですね、このフリゲート、今度一隻送ると、アジアに送るということになってますけれども、これもですね、ドイツがということで意外感があったんで、インパクトがあるということだと思います。ただ他方で、やはり経済的には、ドイツにとって中国との関係重要ですので、そこはしっかり維持したいと。ただですね、これよく日本でドイツは全く経済のことしか考えてないんでということで批判されますけど、経済関係ということで言えば、実は日本の方が中国との相互依存関係高い、強いわけですね。ですから、そこはある程度、お互い様って言い方変なんですけれども、日本も似たような問題抱えているわけですね。やはり経済をどう維持しながら政治安全保障で強い姿勢を取っていくのかと、この両立で、これは実は日本とドイツだけじゃなくて、アメリカやヨーロッパの他の国もみんな共通で抱えている課題だということだと思います。ありがとうございます。それでは、次の質問の方を移らせていただきます。クワッドですね、そしてプラグイン、先ほど鶴岡先生からもお話、コメントにありましたプラグインという言葉が入っております。クワッドのレベルを上げていくこと、欧州へのプラグイン、それぞれ、賛成という、このご質問いただいた方は、ご賛成の前提で、お尋ねいたしますということで、一つ目が準同盟にあたり、どうしてもその巻き込まれのリスクが高まるというところを理解しております。このあたり、どのように巻き込まれのリスクとバランスを取っていくべきか、何かヒントがあればお願いいたしますということと、もう一つは今後さらに欧州との協力強化でネックになってくる点が具体的に何かあれば教えてくださいというご質問が来ております。こちらはでは鶴岡先生から最初にお答えいただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。巻き込まれっていうのは非常に重要な問題でして、ただこれは完全にはやっぱりこの問題って解消できないんですよね。やっぱり他の人の問題に巻き込まれたくないっていうのは、これ人間の性なわけですね。で、ただ同盟っていうのは巻き込まれる覚悟を示す枠組みなわけですよね。ですから困った時に助けてほしいというのは、他の国が困った時には
自ら巻き込まれて助けてあげるという意味なわけですよね。ですからこの巻き込まれを完全に否定しては、そもそも同盟関係は成立しないし、あるいはクワッドみたいな同盟じゃない緩やかな連携だったとしてもですね、なかなか実質的なものにはならないんだと思います。ですからちょっとそこはですね、日本人がもうちょっとしっかり考えなければいけないところで、みんな巻き込まれは嫌だねというのは前提としながらも、どういう覚悟を決めていくのか、でその時にはやっぱりそれが巻き込まれることが自分たちの利益にもなるんだっていう、この理解をですね、どう作っていくかだと思うんですね。ですから地球の裏側、あるいはインド洋ってなかなかどうしても多くの日本人からは遠いところですよね。ですからクワッドで考えた時に、インド洋だとすると、どうしてそこに日本が関わることが日本の利益になるのかと、でこういう理解をですね、どれだけ深めて、そして広めていけるかというあたりも課題になってくるのかなと考えてます。鶴岡先生、どうもありがとうございます。同盟であるということに対していかに覚悟を持って、またその裏でどれだけのその利益がそこにもあるかということをしっかり認識していくことということを今言っていただいたんですが、こちらをアメリカの側の視点も含めてどのようにご覧になりますでしょうか。ホーナー先生、お願いします。私も全く鶴岡先生と同感です。最後のおっしゃった点については、当然他の人に巻き込まれたくないと思うのは普通なんですけれども、ただ自分に何か起こって、例えば家が火事になったら隣の人に助けてもらいたいわけです。消火を助けてもらいたい。ですから例えば日本ではクワッドに参加するということは、日本は何か他の地域の紛争に巻き込まれるかもしれないと思うかもしれませんけれども、日本が問題を抱えていると、紛争を抱えている場合は支援が必要です。そうすると他の国に助けてもらいたいとみんな思うと思います。同盟という視点でいると、日米同盟は明確にはこのように日本では話題になっていないかもしれませんけれども、これは同盟というのは戦うと戦闘の関係です。アメリカは日本を守るということを約束しているわけです。ここでアメリカが巻き込まれるわけです。もし日本に何か起こった場合は、クワッドは今まだそのレベルではないと思いますけれども、そして今の質問者はクワッドはヨーロッパも含めて考えるということを示唆されているのかどうか分かりませんけれども、まだクワッドを拡大してクワッドプラスと考える時期尚早だと思います。まだ初期の段階で、まだやるべきことがたくさんあるからです。で、2つ目のネックについての質問、これも大事だと思います。これは研究の中でも出てきましたけれども、ネックというよりもむしろチャレンジと言いたいかも。インド太平洋に参加することでのチャレンジですけど、いくつかあります。一つはリソースです。コストも人材も必要です。船をヨーロッパからインド太平洋に送るにはかなりかかります。一つのフリゲートでドイツにかなりの資金もかかりましたし、人材も必要でした、太平洋まで送るのに。また二つ目は距離です。日米は演習しやすいです。米軍が日本にいるわけですから。ただ日本やイギリスが演習するのは簡単ではありません。どちらかが長い旅行しなければなりません。またリソースが不足していますが、これは資金面だけではなく能力を考えてもそうです。船やヘリコプター、そして A 地点から B 地点まで移動する能力として、ドイツでは例えば軍を今再建していますので問題がたくさんあります。以上です。ありがとうございました。まだまだたくさんのご質問をいただいておるんですけれども、時間がもう、実は予定した時間になって、しまっております。最後にいくつかですね、いただいております質問をまとめて、お聞きさせていただいて、その中からいくつか選んでお答えいただければ、それぞれお答えいただければと思います。で、あと最後にですね、それぞれ、先生方からのコメントがありましたら、そちらも合わせてお願いしたいと思います。で、質問を、いくつかご紹介させていただきます。で、まずですね、一つ目は、アジアについての知識、というのは、実は歴史的にはヨーロッパの方がアメリカよりも深いのではないか。
で、そういうふうなアジアについて深い意識を持っているヨーロッパを活用するというところに何か意味があるのではないかというコメントをいただいております。それから、こちらはですね、ASEAN の役割についてのご質問、英語でいただいております。ASEAN は日本とヨーロッパの中核中心にあります。日欧安全保障協力における ASEAN の役割どうでしょうかというご質問です。というところでございます。そしてもう一つですね、日本、まあ、先ほど鶴岡先生から欧州との安保協力に懐疑的な見方があるということがご紹介ありましたけれども、欧州、アメリカでも同じような懐疑的な見方があるのではないか。特にですね、米国の中で、まあ、今、その中国に対して関心が高まっている、NATO に関与する、このアトランティストの専門家や政策関係者の中で、インド太平洋での日欧日米協力にどれくらい今関心が持たれていますかというご質問がございました。はい。では、こちらについて、それぞれですね、お答えいただきまして、また最後に、湖南先生と鶴岡先生からコメントをいただいて、本日のウェビナーの終了としたいと思います。では、湖南先生、お願いできますでしょうか。Yes. はい、わかりました。では、2点ほど短くお答えしましょう。ASEAN の役割です。確かにこれらの国家は、実はその南シナ海を経由しているわけですよね。交流も大きいと。で、課題の中心もそこにあるわけです。ですから、ASEAN の役割も必要なんです。ただ、少なくとも、もっともっと調整が必要だと思うんです。ASEAN との調整協力が必要です。これ、安全保障ということを言っているのではありません。もっとコラボレーションが必要であろうと思うんですね。あと、そのアメリカにおける懐疑派、はい、確かにそうです。日欧、インド太平洋に対する懐疑派は確かにおっしゃる通り存在しております。だからこそ、これが動機づけとなって今回の報告書をまとめたんです。で、佐々木平和財団の皆様、本当に感謝申し上げます。素晴らしいチャンスいただいてありがたいと思っております。感謝申し上げます。ありがとうございます。鶴岡先生、お願いいたします。はい、それでは、ホーナーさんが。触れなかったところ、ヨーロッパの知見というところですね。これは、例えばイギリスなんか FPDA っていうですね、5カ国のその防衛アレンジメントを未だに持っていたりですとか、あるいはフランスの場合は、まあ、領土も持っているということで、まあ、そういったつながりから来るですね、コミットメント、インゲージメントという部分は、今後とも重要になってくるんだと思います。で、まあ、それプラスですね、特にこのクワッドとか考えたときに、クワッドプラスを考えたときにですね、やはり、イギリスが、このオーストラリア、ニュージーランドとはかなり特別な関係にあるわけでして、これをいかにどう使えるかと。まあ、これ、コモンウェルスということでもありますし、いわゆるファイブアイズとかアングロサクソンといったそういう枠でもあるんですね。まあ、そこでイギリスが果たせる役割というのは、おのずとどこかにあるということだと思います。で、最後にもう一つだけコメントさせていただくとですね、これ今日の話もずっとこの日欧の協力ということなんですけれども、今日の話でわかるようにですね、これアメリカが非常に常にというかですね、強く深く関わっているんですね。ですから、この点を強調、ぜひしたいなということです。で、先ほど最初に触れた、この日本における懐疑論ということに関しても、これが日欧で何だか勝手にやってるというイメージなんで、懐疑的になる方いらっしゃると思うんですね。ただ、これが実はアメリカが完全にこの関与していてという、で、例えばイギリスの今度空母来るわけですけど、あれはイギリスとアメリカのほとんど合同の空母打撃群なんですね。ですからそこと日本が訓練やるっていうのは日米英の訓練なんですよ。あるいはその昨年来フランスの潜水艦がこの地域に来てますけれども、その時にも日本とアメリカとフランスでこの対潜水艦作戦の訓練なんかをやっているんですね。で、アメリカ海軍なんかはこの太平洋に来るですね、ヨーロッパの国の艦艇に対して相当手厚い支援をしているんですね。ですから、それがもう現実として起きているということなんで、ですからこの日欧の話考えるときもですね、常にアメリカというのが実はいて、ヨーロッパの国と共同訓練すると、まあ、アメリカも一緒にやることが実は多いんだっていうですね、ちょっとそのあたりも入れて考えると、またこの日欧
協力を見る視点というかですね、このイメージというのも少し変わってくるのかなと思っております。本日は貴重な機会ありがとうございました。法南先生、鶴岡先生、本日はどうもありがとうございました。たくさん のご質問にも答えていただきまして、まだ答えて、こちらでご紹介できなかったご質問もあるので、そちらをご質問くださった方には、大変申し訳ございませんでした。本日のですね、ご講演のホーナー先生のお話の元になりました、レポートですね、こちら見えるかしら、ちょっと見えないかもしれませんが、関係を深める同盟、戦略的競争の時代におけるありがとうございます、日朝の安全保障の結びつきですね、こちらはウェブサイトから、無料でダウンロードをいただけますし、日本語にしました目次だけ日本語としてもご覧いただけますものが笹川平和財団のウェブサイトにもございます。ホーナー先生が最初にお話をくださった、例えばアメリカにとっての6つの、日朝関係の重要な視点などがコンクルージョンのところに、まとめられておりますので、よりご関心、お持ちの方はですね、ぜひこちら、ご覧いただければと思います。改めまして、ホーナー先生、鶴岡先生、本日は、どうもありがとうございました。こちらで、今日のウェビナーは終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。